ね、風が気持ちいい。アイワードツーいらっしゃい。ハッチャンいらっしゃい。アイワードツーゴルゴいらっしゃい。クロスケいらっしゃい。楽しんでて。ダメだったわ。今日も会社休んだわ。風が。でも起きたら、だいぶ良くなったけど。肺の方が。風、今日朝ダメだったね。で、ずっと寝てた。起きてだいぶ良くなったけど、ちょっと引っ張ってるね。風もそうなんだけど、肺炎っぽくなってるね。痰がすごい、絡んで。今日から3連休ですよ。23、24、25、3連休です。いや、タバコ吸いたいんだよね。タバコ吸えない苦しみの方が強い。タバコは吸いたい。気持ちわかる。ありがとう。心配してくれてありがとう。アイワード2スカスさんいらっしゃい。新しいフォロワーさん紹介します。こんばんは、つみきちゃんいらっしゃい。新しいフォロワーさん、三浦雄生さんフォローありがとう。ミシェルさんフォローありがとう。ありがとうございます。超有名ホストの雄生くんフォローしてくれてるね。雄生くんフォローしてくれてんの俺だけなんだ。ありがたいっすね。ありがとう雄生くん。あれメモレイやってんじゃん。メモレイやってんじゃん。そう、メモレーもこっち来たんだ。こんばんは、神社クッキーありがとう。ありがとうございます。今日も稼ぐぜ。今日も稼ぐよ。残り目標まで、折り返し地点来ました。12万です。残り頑張っていこうと思います。よろしく。神社クッキーありがとう。頑張って稼ぎます。バガープレゼントありがとう。バガーありがとう。バガーありがとうございます。はい、こんにちは。ニンニーいらっしゃい。いらっしゃい。おはよう、たくん。おはようございます。おはようございます。お風呂上がりかなんかですか？いや、風呂上がりじゃないよ。寝起きですね。寝起きです。風邪ひいてずっとぶっ倒れてた。おはようございます。おはよう。この BGM いいよね。まったりするよね。俺も好きだね、この BGM。まあ好きだから使ってるわけだけど。
なんてやつ？これはね、フリー素材のドバっていうサイトがあるんですよ。DOVA っていうサイト。フリー素材のドバ。DOVA。で、なんでしょうっていう曲だね。はじめしゃちょーとかも使ってるみたいだね。のんたん元気だよ。今、ご飯作ってくれてる。間違えて切っちゃった。こんばんは。あやかいらっしゃい。ハートありがとう。看病してくれてます。はい、こんばんは。青さん、バーガープレゼントありがとう。ありがとうね。あざーす。風が治んねえな。本当はね、リスワンこの休みの時に撮ろうと思ってたんだけど、リスワン撮っちゃったかな。なんかやりたいね。灰島隆一郎さんいらっしゃい。いらっしゃい。どうも、はじめましてかな、灰島さんは。どうもこんばんは。楽しんでいってください。面白かったらフォローしていってください。タン絡みでね、俺タンがね、体調悪くなると翼脳筋ってわかるかな。痰とか鼻水とか緑色になる。青っ鼻になるな。あんな感じでね、緑色の痰が出てきてるから、ちょっと良くないっすね。今日の風は気持ちいいな。外配信やりたいな、今日な。外配信やりたいね。ご飯もうできた？もうできた。食べる？一緒に。食べ、まだ腹減ってないな。ちょっと待ってて。うん。本当は咳出した方がいい。あ、そうなんだ。なんか辛いね。ちょっとね。ちょっと辛い。肺が苦しいよ、やっぱり。のんたんお腹空いてる？うん、一緒に食べよう。じゃあ。
風邪をひいてるのに家にいた方がいいのでは。うん、まあそうだね。ただ風邪はね、待ってくれないからね。プテラプティ、バーガープレゼントありがとう。プテラプティありがとうございます。お、中野ちゃんいらっしゃい。昔風邪を気合で治したことがあります。ショコさんありがとう。神社クッキーありがとう。中野ちゃんありがとう。体調は絶不調ですよ僕は。神社クッキーありがとう。風邪治んないね、なかなかね。ワード2いらっしゃい。風邪がなかなか治んないよ。連城太郎さんの映画結構いいな。ゴンダさん、神社クッキーありがとう。ありがとうございます。あ、いいよ。こっちで食べる？ここで食べる。オッケー。わかった。心なしかフェイスラインがシュッとなった。ちょっと痩せたね。腹も引っ込んだかな。若干だけど。やっぱ体力奪われてんだと思う。うん、痩せないとなぁとは思ってるんだよね。で、大小鳥さんはどつ？あの、花火とかさ、アイテムもらった時の、あの、スクワット今までやってたんだけど、あの、こっち側に変えた？あの、腕の、これ、やることにしたから。うん。腕太くしようかなと思ってて。今筋肉痛だね。この時間全体的に、なんだろうね、京平くん。いらっしゃい。閲覧少ないよね、全体的に。でもね、休みの日は大体ね、最近そうなんだよね。閲覧が少ないことが多いね。休みの日は閲覧少ない。ああ、はい、ハチワドツ、いらっしゃい。メモレイもふわっち来て、マンゴルモアもふわっち来たね。いいね、いいね。大手生主どもが来てるね。いいことだ。ライバルは多い方がいい。今大手がふわっち来てる。うん。YouTube 出したけど5分ぐらいの短いやつしかない。あ、そうなんだ。映画作りたいな、早く。旅終わって。旅終わったら映画作りに入ろうかな。映画作るか会社やるか。店やるか。何やろうかね。金貸してくれるんですか？うん。
いや全然出資してくれるリスナーさんも知り合いもいっぱいいるよ。バカプレゼントありがとう。そこは信頼関係はあるから、うん、全然困ってないですね。出資者は困ってない。むしろ結構やりたい人、なんか一緒にビジネスやりたいっていう人昔からいっぱいいるから、俺がなんかやるっつったら出資するよっていう人いっぱいいると思うよ。儲かるビジネスだったら投資したいでしょ。バカプレゼントありがとう。ツバニャンお別れ？何ツバニャンお別れって。誰と別れんの？誰と別れの？てか誰か付き合ってたの？うん。どういうこと？ドワンゴの社長、カワンゴのことかな？それとも、今誰だっけ？配信？あー、おめでとうございます！おめでとう！のんたん、ツバニャン配信引退だって。おめでとうございまーす。おめでとうございまーす。はい。引退おめでとう。カワンゴ？カワンゴはまあ超優秀だよね。うん。カワンゴはめちゃめちゃ優秀でしょ。うん。あの人はすごいと思うよ、俺。おめでとうございます。おめでとう。いつ辞めるかは明言しない？何それ？今すぐ辞めてほしいんだけど。今すぐ辞めていいっすよ。いや、割と本気っすね。割と本気です。めでたいね。すっきりしたね。いや、おめでたいでしょ。こんなめでたいことないでしょ。頭の良さと、喋りは比例しません。で、本当に優秀な人ほど喋り下手ですよ。やっぱり。口下手な人も多いし。人間って不思議なもんで、喋りが上手いと頭がよく見えるっていう統計があるの。喋りが上手い人ほど頭がよく見えるって。だから芸人さんとか松本人志とか頭よく見えるでしょ。言語性 IQ 高いと天才なんじゃないかって思われやすいのよ。だからビートたけしとかも頭よく見えられやすいけど。でも松本人志ってくく言えないんだよ。結構好きだった。もう一緒な人好き。あ、そうなんだ。どんどん、ハートありがとう。うん。妻には東京にお別れで引退とかじゃない。どうでもいい。でも新しい住所特定したんでしょ？のんたん。あれ東京なの？ごめん、聞こえない。違います。あ、違うの？じゃあ新しい方の方を特定したの？あ、のんたんもう新しい方特定してるって。
のんたんはもうツバニアンの新しい住所を特定してるって。怖っ、怖わわわ、怖いよ、俺の彼女怖いよ。うん、ひろゆきは両方完璧。ひろゆきはまあビジネスマンではないと思ってるからな、俺は。うん、俺生ポだよ。クロレラさんいらっしゃい。配信やめるって言ってた。うん、別に失礼じゃなくない、うん、すげえな。もう新居、新居もう特定し終わってるんだ。半端ねえな。全弱期ありがとう、ゴンドさん。のんたんがツイートしてたところ、うん、いや別に俺隠してないから、あの生ポのことも過去やったことも全部隠してないから、普通に聞いてくれたら普通に話すよ、何でも答えるよ。ただ人格否定とか単純になんかそのなんつうのディスとかは俺は嫌いだから速攻ブロック入れるけど、普通に聞いてくれたら何でも答えますよ。のんたは別にね、ただこの部屋いいなって言ってるだけでしょ。あのネットで見つけた不動産屋さんで、あーこの部屋とっても素敵ってのんたは言ってるだけだからね。のんたね、素敵だなって言って、大阪じゃないけど関西なんでしょ。ちなみにこののんたん、これはどの辺のエリアなの、どの辺のエリアの、エリア的に大きく、うん、東京より関西寄りの部屋らしいですね。東京よりも関西寄りの、ああ、方ですね。うん、ねえ、普通にね、可愛い部屋だね、つってね、返事しちゃったんだよね。いじめられるっつうかね、それね、ちゃんと見た方がいいよ。あいつクソだよ、本当に。ちゃんと見たことないからね、多分そういう意見なんで。本当にクソだよ。あのね、全部ね、あの、配信者、闇将軍とかもそうだけど、あの、何、普通のことやってたら叩かれないから。配信者って。普通のことやってたら叩かれませんよ、絶対。そういうもんだから。全部自分から吹っかけてるだけだよ。リスナーはそんなにバカじゃない。のんたんのツイッター知らない？俺のツイッターフォローしてくれたら、俺のツイッターの説明欄に彼女のツイッターのリンクが貼ってある。のんたんカラオケしたくない？カラオケしたい。歌いたい。いや、要はもう汗かいて、この肺をもう解き放したい。俺ね、風邪ひいてる時にね、カラオケ歌うの好きなんだよ。ゲホゲホしながら歌うの好きなんです。あとで行こう。原因作ってるのは、つばくそ本人。歌下手なのに歌好きなんだよな。なんだろう、自分の声嫌いなんだけど歌うのが大好きだ。お、ハチさん、ハチさん、クリスマスプリー、プリーだって。クリスマスツリー、ありがとうございます。クリスマスプリーってなんだよな。ありがとうございます。来たよ。30回行きます。これ結構きついんだよな。ありがとうございます。結構ね、マジで筋肉痛だから。イケボなのに嫌いなの、自分の声。全然イケボじゃないよ。全然イケボじゃないよ。なんかね、甲高い声が嫌いなの。30回行きます。1回2回3回4回5回6回、カラオケなんだろうな。7回8回9回
9回、10回、いや僕はアイテムもらったらやるんです。11回筋トレを、12回、13回、14回、不正しないようにゆっくりやってます。15回、16回、17回、18回、19回、20回、足やめた、足はもう 何も効かない。21回、ちょっと待ってね、22回、そんな重くないよ。23回、腕筋ないからね。24回、ちょっと待って、25回、26、そんな重くない。27回、28回、29、30、嘘だろ、ちょっと休憩させて、嘘だろ、いって、これね、片方で1個 2.5、2.5 だから5キロでしょ。で、棒が多分1キロかな。6キロだね。6キロ。片方6キロ。そんな重くない。だ30回連続結構効くよ。もう俺運動神経全くないし、鍛えてないから普段。で、30回行きます。クリスマスツリーありがとうございます。腕細いんだよ俺。やってみろよ、じゃあ。結構効くよ。いや、6キロ結構重いよ。ボード 2.5 あるかな？だったら 7.5 だね。あー、きつい、きつい。あー、15回、16回、あー、痛い痛い、上がんね。20、上がんねえな。23、痛い痛い痛い。24、25、か、26、あ、やばいこれ。27、28、29、ラスト、ありがとうございます。いってマジいって、ありがとうございます、ありがとう。そうそう、やっぱね、かっこよくなりたいからさ。よいしょ。お腹はすごいよ。今77キロで人生最大にデブだね。人生最大にデブ。よくね、のんたんがね、子供生まれちゃうよ、子供生まれるよってね、バカにするの。お腹はすごいデブですね。でもね、腕太くなってくんね、これやると。はい、ワード2。いらっしゃい。ナオちゃんいらっしゃい。今、なんかガチムチ系になりそうだよね。プロレスラーみたいな。かっこいい体にはならないと思う。絞ってないから。うん、新しいフォロワーさん紹介します。新しいフォロワーさん、シュガートモさん、フォローありがとう。いや、今日は筋トレやったから、今。筋トレやったから、カメラの位置ずらしただけ。腕細いんだよね、俺。
腕太くしたらまあまあ良くなるかな。うん、プロレスラーの体型いいんだ。あ、好きなんだ、ああいうガッチムチ系、ああいうのが好きなんだ。クマみたいな感じのね。俺はね、ボクサーみたいな体型が結構好きだけどね。シャープでこう動きが素早く動けるっていう聖剣好き1万回配信思い出すな。聖剣好き1万回やったの十何時間かかったっけな。何時間かかったっけな。もうほんと最後半ね、5000回超えたあたりからずっと泣いてたかんね俺。もうやめたいっつって。マジで辛いよ聖剣好き1万回。 FC2 で多分ねぶっ放したんだけどね、多分ね十何時間ずーっと聖剣好きしてんの。本当に辛かった。セックスしたいとは思わない。あ、でもなんか野球選手とか相撲取りとセックスするともう忘れらんないって聞くよ。すごいらしいよ聖剣好きって。あの空手の聖剣好き、サイ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 、これを1万回やるっていう。そう、漫画に元ネタがあって、ハンターハンターのネテロ会長っていうハンター協会のトップの人が、そう、若かりし頃毎日聖剣好き1万回やったっていうくだりがあるのよ。うん、あれだよ、リプライ飛ばすの矢印があるはずだよ。ガチッチね、リプライ覚えた方がいいよ。リプライって言ってコメント欄あるじゃん。で、コメント、相手のコメントあるでしょ？そこを、あの、リプライっていうやつができるから、コメント打つとき。相手のコメント選択すると、矢印が出るはずだ。そしたら、この人にコメント打ってますよって出るから。うん、でもね、なんか、リスナー同士で付き合いとかあったら、俺は嬉しいかな。話題きっかけで、彼氏彼女になったよとか、いいと思う。うん、俺の理想の体がダニエル・クレイグみたいな体になりたいんだよね。ダニエル・クレイグ変身ってやつ、そうそう、それやってごらん、今あやかにあやかに試しにやってごらんよ。返信ってやつを押してからコメント書くと、多分その今あやかがガチッチにこうやってコメント打ったようにアットマークがつく。ああ俺に来てるんだってわかるんだ。飲んだ、美味しかった？微妙？マジか、うん、よいしょ。新しいフォロワーさん紹介します。あ、フォロワー違った、フォローされてなかった。ダニエル・クレイグかっこいいでしょ。007の俳優さんなんだから、新しいそのジェームズ・ボンドの。トゥル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 、アメリカ人のガチムチがさ、ちっちゃい拳銃こうやって構えるのかっこいいよ。タン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 、うん、女の人は斜めに向けるやり方あるよね、こうやってパンパン。ロバート・ダウニー・ジュニアかっこいい。ちょっと検索してみるわ。ロバート・ダウニー・ジュニア、俺はやっぱね、ハゲてる人を目標にしてるから、やっぱハゲ系のかっこいいが好きなんだよ。マグナムはね、あの吹っ飛ぶっていうよ。多分ね、彩香の身長と体重とかでパーンって打ったら多分吹っ飛ぶと思うよ。150センチぐらいって言ってたよね。ロバート・ダウニー、ロバート・ダウニー・ジュニア、うん、あーかっこいいおじさんだね。あ、かっこいいわ、かっこいいわ、かっこいい。俺こういう顔好き。この人ってアイアンマンの人？ロバート・ダウニー・ジュニアって確かアイアンマンの人だよね。この人かっこいいよね。かっこいいわ、うん、壁に持たれて打ったらね、
かっこいいよねこの人ね、うん、でも俺どちらかっていうとこういう系統の顔になると思うよ。あの年取ったら多分年取ってちょっとやってたらこういう系統の顔のジャンルだと思うよ俺。あの親父がこういう顔なんだよ系統的に言うと。弟もねこれ系の顔してる。弟もだからそんなに遠くない系統の顔だと思うよ。ここひげ生やしてね。世界で一番稼いでる。へえそうなんだ知らなかった。はいワード2プーチンいらっしゃい。紅の豚いいね。飛ばねえ豚はただの豚だ。あのああいう声に憧れる。だからあの紅の豚のポルコロッソみたいな顔。ねえポルコ昔の話して。ああ俺がまだアドリア海で飛行艇乗りだった頃の話だ。やけに空が白くってなぁ。あ、よくない？紅の豚、ジェイソン・ステイサムはあんまりグッとこない。ショーン・コネリーはハゲ？ショーン・コネリーは俺、インディ・ジョーンズの3に出てきたイメージしかないの。世代的に007のショーン・コネリー知らないんだよ。あの、まつげパチッとしたやつでしょ。だから、なんか、なんつうんだろうな。俺はどちらかっていうと、その、インディ・ジョーンズのお父さん。のイメージがある。すごいなんか優しそうなおじいさん。あ、ミキティってあれなんだ。絵描くのうまいんだ。うん。それに俺のリスナーさんが色付けしてくれた。へえ。ミキティ絵描けんだね。豚とブーをかけた。あ、ブーチンなんか、プーチンだと思った。紅の豚めちゃめちゃ面白いよね。飛行機が飛び立つシーンの音楽が大好き。てん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 、なんだっけ。てってん、てってん、てけてん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 。おめえと似てジャジャ馬だーつって。なんか、右のやつ回してみたいです。キコ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 。あのシーンめっちゃ良くない？うん。あれ大好きなんだよね。宮崎駿は飛行機大好きだからね。みんなジブリは何が好きなの？ジブリ作品では何が好き？俺は風立ちぬが1位になっちゃったね。風立ちぬ見たら。あれはもう宮崎駿最高傑作だよね。何回も泣いた。天才、宮崎駿。あー、千尋の神隠し好きなんだ。ほら、あれ微妙だけどな。もののけ姫いいね。もののけ姫3位かな。もののけ姫大好きだわ。3かわいいよね。アシタカがかっこよすぎるんだよ。俺、アシタカみたいになりたいもん。風立ちぬマジでやばいよ。賛否両論あるだろうけど、本当に分かれる。クソつまんないっていう人と、超面白いっていう人に分かれる。で、超面白い派に入った、俺は。もう最高傑作。ハウル好きなんだ。俺、ハウルは絶対、もう、本当にひどいと思ってる。ハウルなんだ。ハウル、何が言いたかったんだろうっていうのは全然伝わってこないんだよな。多分あれ意味ないっていうか、世界観だけ描きたかったんだろうなっていう。
ハウルはすげえ迷走してると思う。ハウルとセンは近いよね。センのぐちゃぐちゃ感をもっとぐちゃぐちゃにした感じがハウルだよね。ハウル何回も見てるよ。見てるけどわかんない、うん。男の子のコンプレックス。いや。宮崎駿がそんなの描くわけないじゃん。描けるわけないじゃん。ラピュタいいね。ラピュタいいね。やっぱ冒険活劇が好きだな、俺。宮崎駿は。シンプルに。自分に自信ないよ。俺、そう見えるかもしんないけど、子供の頃コンプレックスの塊だから、それをゆっくり克服していったんだよ、一個一個。本当にコンプレックスで、俺だって、小学2年生の時に鬱だったんだよ。そんな、だから本当に、ブッダとか、天才の人ってさ、子供の頃鬱病発症してるじゃん。わかるもん。もうね、俺一番頭良かったのこの小学生とか幼稚園とかの頃だったの。本当に自分天才だと思ってたの。もう何やっても天才なのよ。で、本当に生きてくのが辛かった。ラピュタいいね。ラピュタナウシカとかね。俺だからコンプレックスを克服していったの。いやー、衝撃だよね、ナウシカね。ナウシカいいわ。見せないようにしてるだけだよ。コンプレックスあるよ。っていうよりも、嫌いな自分だったから、好きな自分になろうと思ったのが中学2年生ぐらいの時。自分のことを好きになってあげようって変えたの。その時に。決めたの。もうこのままじゃ多分死ぬなって分かったから。俺だってね、小学4年生の頃、失語症になったことがあって、3週間一言も喋らなかったんだよ。そうだね。いや、だけど、俺はだから嫌なんだよ。あれは、そんなの当たり前じゃんって思ったの。そんなのあえて言うことじゃないじゃん、みたいな。中学2年生で俺は自分のこと好きになろうって決めた。一人で生きてく決意をしたね。自分一人で生きてく決意をしたのが、それくらいの時期だね。ゼリーさんはどつ、自分のことを守るのは自分だって決めたね。なんか格闘技習いたいな。強くなりたいね。選手を目指すとかじゃなくて、本当に強い男になりたいから、格闘技習いたいんだよ。結構ね、ノンタンにも相談してて、キックボクシング通ってもいいとか、何がいいかなとか。空手はずっとやってたから、空手はね、ちょっと実践向きじゃないなと思ってて。総合がやっぱ強くなるだろうな。総合格闘技は。一番喧嘩に近いのかな。ただ、寝技とか多分できないから、体硬いから。立ち技が好きなんだよね。ボクシングもかっこいいけどね。今日風気持ちいいな。健康のためにもいいし、やっぱ男はね、見た目強い方がかっこいいよね。すごいな。下ネタに結びつかないよね。シュートボクシングもかっこいいけど、なんか、競技人口多い方がいいのかなとかも思ったりとか。いや、俺結構蹴り重たいんですよ。太もも。太いから。多分、キック系に入った方が、多分有利かなと思って。パンチ力ないのね、俺。
多分160キロぐらいしか出ないんだよ、パンツが。軽いの。あと目が悪いから、その、顎にヒットさせらんないんだよね。うん、あー、自重トレーニングね。あれは、すごい辛いよ。でも、自重トレーニングは一番綺麗な体になるんだよ。その運動能力、運動神経を損なわない筋肉がつくの。だから、筋トレって、実は、機械的な筋肉だから部分が限定されるじゃん。でも格闘技とかアスリートってこういう動きってあんましないじゃん。こういう整った動きってあんまりしないでしょ。もっと滑らかな動きをするじゃん。だから筋トレした後は、3ヶ月ぐらいその使える筋肉に改良するんだよ。だから自重トレーニングが一番いいって言われてる。ヒクソン・グレイシーとか有名で、マシントレーニング使ってない体なんだよ、あれ。全部自重トレーニングでやってるの。自重トレーニングがいいって言われてるよ。そう、ナチュラルな筋肉っていうのかな。使える筋肉っていうの。実践向き。見せる筋肉じゃない。ボディービルダーとか見せる筋肉じゃん。もちろん使えるんだよ。もちろん筋力上がってるから強いんだけど。一日おきに筋トレした方がいいとは聞いたことあるけど、ね、自重トレーニングの場合は毎日やっていいの。機械トレーニングの場合は部分的徹底的に壊すから超回復を起こさせるためにやるんだけど、自重トレーニングって負荷が軽いじゃん。自分の体だから。だから、毎日やっていいって言われてる。ビリーズブートキャンプ頑張った20日ぐらいで復帰。あれきついよね、ビリーザブートキャンプ。あれはきつい。俺も友達にビデオ借りたけど、もう全然やる気になんなかった。ビリーがすっごい応援してくれんだよね。ビリーがめっちゃ応援してくれんの。さあ疲れてきたろ。これからが真骨頂だ。君ならやれる。みたいな。ビデオの向こうからメッセージ半端なく飛んでくるから。でもビリーザブートキャンプは理にかなってるよ、あれは。メンタルトレーニングも入ってるから。うん、あれ難しいよね。でもね、筋トレ一時期、その配信で体鍛えるわって3ヶ月間ぐらい、週、一日おきで週3ぐらい通ってたんだけど、やっぱ体変わったよね。すごい体良かったよね。俺3ヶ月で17キロ太ったんだけど、3ヶ月前の映像を見る。俺さ、みんな気づいてないけど、あれ最近腹出てないとかたまに言われるけど、めちゃめちゃ太ったんだよ。見る ?3 ヶ月前の俺。仕事始める始めないって言った時の俺。すごい痩せてたんだよ。その時はね、かなり絞ってて。ていうか、飯が食えなかったんだよね、その頃。これツイキャスなんだけど、8月。これが8月。8月。ガリガリでしょ?これキャスの、タイムシフトの映像なんだけど、これ8月の6日だから4ヶ月前これ。4ヶ月で17キロ太ったの。顎のラインスッキリしてるでしょ。なんか、キリッとしてるっつうか、なんか、文豪みたいな顔してるよね。ガリガリだね。ヒゲもないしね。そう。俺ね、体重の増加が激しいの、昔から。増えたり減ったりすごいんだよ。うん。顔にあんまり出ないんだけど、顔がこんだけ変わってるっていうのは、腹がすごいの、今。キャスはね、TS、見てる数が多ければ永遠と残るよ。タイムシフト残して1週間の間に5、6人見てくんないと、消えるの。勝手に消されんの。消えちゃう。ただ、キャプチャーされた画像だけは残るんだよね。削除しない限り。でも、太ってた方が似合うでしょ?俺は。多少丸顔の方が似合うと思うよ。痩せすぎてると、もやしっこみたいになるからね。
いや、もう太らないかな。体調、体が悪いのがもう体に出るから、10キロ太るとね、体が重たいんだよね、やっぱり。走れないし。だから、やっぱ、ある程度体は絞った方が、健康にいいよね。いやー、もっと痩せたいね。痩せたいっていうか、筋肉を太くして痩せたい。ガチッと T シャツが似合う体になりたいね。あの頃病んでたよね。そう。病み始めるとね、ほんと飯食わなくなるんだよ。あ、ガリッガリになってみたいね。だるまっていうか、ブッダが悟る前みたいなね。ガリッガリのあばら浮いたね、ヨガの達人みたいにもなってみたいね。でもね、俺あんまり心配しなくて、旅配信痩せるから。旅配信は歩くし、痩せるから。多分旅でガリガリになると思うよ。ガリガリっていうか、ちょっと体良くなると思う。海にいた時のサメ島は貧相でかわいそうになった。ガリガリだからね、本当に。サメ島さんめっちゃガリガリ。でもすごいかんね。こんだけ体格差さあるのに全然喧嘩打ってくるからね。川行こうよの時本当に殺す気で来てたからね。おい、てめえ出ろこの野郎とか言って。あの体でやかってくるんだよ。絶対勝てるもん。絶対勝てるの分かってんだけど、気迫では絶対負けないっていう。メンタルが強すぎるんだよ、サメ島さんは。旅配信、分かんない、それは。うん。それは俺の問題じゃなくて、ノンタンの問題だから。お腹引っ込めるだけじゃダメだね。筋肉の量が少ない、脂肪が乗っかりすぎてるから。お腹だけへこますっていうのは物理的に不可能だから。うん、楽しみにしてて。釈迦元気だよ。文鳥のオスメス、わかんないでしょ。うん。大人の鳥にならないとわかんないと思うよ。6ヶ月ぐらいかかると思う。もうでもあれでしょ、生え変わった時期じゃないの。羽が抜けて大変な時期だと思うよ、今。今が一番可愛い時だよ。新アングル。いや、違う違う、筋トレやってただけ。筋トレやってただけ。レクチューいらっしゃい。風船10個ありがとう。今日何やろうかな。体調せっかく良くなったからカラオケ行きたいな。飲んだらカラオケ行こうよ。うん。風船10個ありがとう。ありがとうございます。風船。カラオケ配信つまんねえぞ。カラオケ配信つまんないよ。何歌おうか。何歌おうか。なる、てるちゃんぴんがカラオケうまかったよ。声の質めちゃめちゃいいね、てるちゃんぴん。ボカロはね、あれしかわかんない。なんだっけ、ヨネズ原始っていう人だっけ。の、あの曲しかわかんない。ドーナツホールしかわかんない。のんたんが見えない。のんたん見たいの。
テレチャンピオンうまかったね、歌ね。すげえ、あれは普通にうまい。あれちゃんとトレーニングしたら本当に歌手になれるレベルだよ。ちゃんとトレーニングしたらね、うん、声量が足りない、ちょっとプロとしては。本当にうまい歌手見ると生歌でだよ、本当に鳥肌立つから。本当にうまいやつ見たことある？本当に、あ、これプロだわっていうレベルが違うのよ。本当にズワー来るから、うん、ズワー来るから。ドーナツホール有名どころなんだ。俺ボカロとかあんま聞かないからさ。ないんだ。あ、プロってこういうことなんだっていう、生でわかるよ。生で見るとオーラがあるし、芸能人とかもオーラあるじゃん。なるやつは根本的に違うよね、やっぱトレーニングとか。なんかそのやっぱ素人があっと驚くようなものを持ってるよ、プロは。何でもそうだけど、路上ライブしてていた人本当に上手で勝手に涙が出た。本当にうま、歌うまいと涙出るよね、歌でね。ね、言葉わかんなくても涙出るよね、うん、天使にラブソングを見たいな。あの映画好きなんだよね。黒人の男の子めっちゃ歌うまいんだ。知ってる？天使にラブソングを。Oh happy day ってやつ。Oh happy day。Oh happy day。ワンツーよ、両方とも良かったかな。全国回るね。うん。ゴスペル、そう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 。ウーピーゴールドバーグだっけ。いいよね、天使ラブソングいいよね。あれはいい映画だよ。なんかあれを聞くと本当に歌っていいなと思うね。映画の花、花ない、か、かと主、あ、やっぱし映画化しますけど、な、何を言ってるのか全然わかんないな。うん、政治には無理。CD 買ったんだ。あれでしょ？だってローリンヒルでしょ？あの映画でブレイクしたんだよね、ローリンヒルってね。天使にラブソング何度も何度も見ました。いいよね。子供の頃よく見たわ。天使ラブソングを。ラブソングだっけ？ラブソングをだっけ？どっちかわかんないけど、うん、おだよね。確か天使にラブソングをだよね。昔よくやってたよね。テレビ見なくなったから映画最近見てねえわ。黒人って歌うまい人多いよね。黒人はやっぱね、うん、歌うまいよね。歌うまい。なんでうまいんだろう。やっぱ身体能力が単純に高いんだと思うよ。単純に。その体を使うっていうことに長けてるんだと思う。やっぱ楽器とかやってる人はわかるけど、声って体がその楽器だから、身体能力高くないとできないんだよ。だから絶対音感持ってる人で、すごい音痴の人がいるの。すごいよね。自分でもうどの音階もわかる絶対音感持ってるのに、歌い出したら超下手な人っているのよ。
スポーツもやっぱね、違うよね。うん。身体能力だと思う。リズム感もいいのも身体能力なんだよ、実は。あの、リズム、体の中のリズムと、その、体が反応するかっていうのは、その身体能力だから。俺も2好きかな。2結構好き。共存するんだよ。そう。だから自分の音が外れてるのを瞬時にわかるっていう。そう。結構いるよ。絶対音感、ピアノ昔子供頃からやってるから、絶対音感持ってるけど、音がずれてんのが分かって、自分の声大嫌いっていう。フォロキン太郎さん、フォローありがとう。スタンドバイミーの映画も主題歌良かった。スタンドバイミーじゃん。俺あの歌大好きなんだよね。うん。スタンドバイミーいいよね。音が外れてるの瞬間に分かる音痴ってかわいそう。そうだよね。音痴ってやっぱさ、自分の音に気づいてないから音痴っていうのが先入観であるもんね。とっくにフォローしてる気になってた。あー、フォローしてして、大事だよ。フォローして。おかげさまで1000人超えましたよ。ありがとう。彩香が歌うまいなと思ったね。デビューした時に、ああ、物が違うと思ったね。I believe だっけ ?I believe myself ってやつだよね。信じることでってやつだよね。あれ聞いた時に、ああ、この子ズバ抜けてると思った。和道はいろんなことに気づけないもんな。例えば。配信者で自分のことを音痴って言って歌い始めてる人に音痴とはどんなものか教えたいことが何度もある。俺はね、頭の音が取れないんだよ。頭の音が取れない。要は楽器で鳴ってる音階の音がわかんないの。だから記憶してんの。メロディーを。だからキーが変わるとずれちゃうの。ああはは、悪い悪い。あの、歌手のあやかね。うん。歌手の綾香、三日月の綾香ね。君がいない夜だってだっけ。俺綾香はね、あのなんだっけな、あの歌が好きだね。あのなんだっけな、あの映画スカイクロラの主題歌なんだけど、今夜も星に抱かれてっていう曲が好き、うん、今夜も星に抱かれてっていう曲。あなたの胸の中だっけ、心地よい場所それはってやつ。俺歌上手くないよ、うん、自分ではわかるから。本当に上手いやつ見てきたから。あのね、第一声で震えるから本当に。あ、プロ行くって思ったもん。来年から全国配信、グッズもあるんだ。リンク見てきます。おい、行ってらっしゃい。グッズも販売してますよ。俺はね、多分ね、パンクの歌が合うと思う。ハードコアとか声量あるから、うん、声量あるから、ハードコア、パンク、メロコア系がいいんだ。歌謡曲みたいなのも好きだしね。日本語で歌うなら歌謡曲だと思ってる。ワンオクは俺、なんかリンキンパークのパクリにしか聞こえないから。ワンオクが好きっていう人ってリンキンパーク聞かないじゃん。いや、リンキン聞けばよくないってなっちゃうの。そう、バンドマンでそういうのっていっぱいあるんだよ。この曲いいよねって流行ってるけど、明らかにその、なんつうの、もっと上手い人がいる。リンキン好き？まあまあまあ、うん、だったらリンキンでよくないってなっちゃうんだよね。まあ、下手ではないよ。やっぱプロ行ってるから。でもなんか劣化版に見えちゃうんだよ。いや、咳あるよ。我慢してるだけ。でもだいぶ良くなったけどね。うまいと思った。いやー、どうだろうね。うん、だから、俺がそのエグザイル歌うまいと思ってないから。リンキンがコーンのパクリ。いや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 、ないわ、全然。全然違うわ。ひどいな、それ。笑われるよ。うん、笑われちゃうよ、そんなの。
リンキンってコーンのパクリだよねとか言ったらバンドマン吹くよ。あ、分かってねえわ。ただジャンルがミクスチャーって被ってるだけで、ミクスチャーの中でも全然ジャンル違うし。エグザイルはちょっとひどいよね。ワンオークとエグザイル違くない？全然違うね。サム41俺あんま好きじゃないわ。コーン笑うよな。爆笑するよね。たまにいるんだよな、音楽の話すると知ったかしてくるやつとかさ。コーンとリンキン全然違うからっていう。マジレスっていうか、マジレスに対して痛いよっていう話をしただけだけど。レンジャークッキーありがとう。笑うっしょ、そんな。ウケるわ。エヴァネッセンスって消えたの？あ、わかんないわ。どうなんだろう。てか最近音楽自体聞いてない。全然わからん。全然わからん。夏いいね。バンドやりたいな。ドラム叩きたいな。ヒデかっこいいよね。ヒデは生きててまだ音楽作ってて欲しかったよな。今聴いててもかっこいいかんね、普通にね。あ、これ全部自分です。ただね、和道の異常のゼミナールのロゴはリスナーさんがあのこういう感じで作ってって言ったらあの作ってくれたから、デザイナーさんが作ってくれたんだよ。あとは全部自分。浅井さんとはやらないよ。綺麗、いいね。もう20年ぐらい経つ？ヒデ死んでから。結構経つよね。あ、こういうのがやりたかったんだなっていうのが伝わるもんね。なんか X じゃなかったんだっていうかさ、自分の音楽性ってこういうところなんだなっていうのがすごい伝わってくるよね、ヒデからは。ガチッチ、さっきから寒いぞ。15年ぐらい経つ？もうそんな経つかな。ハイドってあれはヒデから文字って取ったのかな。どうなんだろう。俺が、ランシドっていうバンド好きだったんだよ。で、ランシドっていうバンドのアンドアウトカムジウルブスっていうアルバムがあるんだけど、それがもう今でも記憶に残ってて、最高にかっこいいバンドジャケットだと思ってて、それがね、元にサムネ作ってるね。これがそのジャケットなんだけど、そう。モヒカンの男が階段のところで、こう、うずくまってるんだけど、こういうイメージなんだよ。白と黒と赤の、この、なんか、白黒のコントラストの絵、なんつうの？白黒の絵に、赤文字っていう。これがね、子供の頃からね、記憶に抜けないんだよね。すごい好きなんだよね。ランシド。かっこいいジャケットでしょ？
このジャケデザインした人はほんとセンスあると思う。 X のメンバーはすごいよね。俺はだから あれは二人自殺してね、ボーカルが洗脳されてるんだから、あれはだから YOSHIKI の天才性の呪いだよね。かっこいいよね。ハイドが挨拶しちゃってヒデに、へえ、そうなんだ。あ、最初はヒデ名乗ってたんだ。へえ。あ、そうなんだ。へえ、知らなかった。あ、じゃあリスペクトから来てんだ。ハイドにしろよ、みたいな感じにしたんだ。へえ。まあ、それ嬉しいよな。ヒデからしたらな。ヒデからしたらめっちゃ嬉しいよな。まあ多分世代がドストライクなんだよ。年齢上の人が多いから。色も変えられるんだと思ったらサイトあるんですね。こんなのあるんだったらタモさんと仲がいい時教えてあげればよかった。うん。ヒデは好き。俺ハイドはあんまりだな。ヒデは本当の天才だと思う。雨降ってんの？もしかして。土砂降りじゃん。マジかよ。外出れねえのかよ。うわ、雨降ってきやがった。マジかよ。へこむわ。バースデーパーティー。ヒデは X ジャパンのギターだったんだけど、ソロデビューしてて、で、多分みんなが言ってるのはそのソロのことだと思うんだけど、ピンクスパイダーとか、エバーフリーとか、あと何ある？もう、すごい、なんか、1年間ぐらいで、ブワーって名曲バーって出して、で、その熱狂的なファンがいっぱいいるんだけど、なんか、ビジュアル系でしょみたいな。要は元祖ビジュアル系みたいなやつなんだけど、音楽性がすごい。ロケットダイブもそうだね。歌詞もいいし、曲もいいし。世界観がすごいの。マッチしてて。で、ファッションとかもめちゃめちゃかっこいいのね。もともとヒデ美容師目指してたのかな。そうそうそう。すげえかっこいいの、とにかく。で、X と全然違うの、ジャンル。ハリー・ゴーランド。ダイスとか好きなのよ。サイエンスのライブ。もう行ったことないよね。だからガキだったから。日本人では珍しい本格派だった。まあだから教祖様だよね。ヒデって言ったら。で、その1年後に自殺しちゃったんだよ。ジャガーさんの美容室で働いてた。あ、そうなんだ。へぇ。知らなかった。そうそう、曲普通にいいよ。あ、そうだね、 DVD 見た方がいいよね、映像で。 YouTube であるから、あのヒデって検索して有名曲聞いたら、あの、わかる。だって彩香若いもん、20代よ。あれは自殺でしょ、どう考えても。それはファンがさ、事故だって言い張ってるだけで、あれは自殺でしょ、どう考えても。まあ今アガチッチが言ったように、自殺説と自己説があるんだけど、あれはどう考えても自殺だよ。無理があるでしょ、事故は。酔ってたし、慢性的な肩こりも持ってたし、ライブのパフォーマンスで首吊るシーンがあったから練習とか言ってるんだけど、俺は自殺だと思ってるよ。私が好きなアイドルも自殺したけど、他殺だというファンがいるな。自殺とは思いたくない。まあ現実逃避だろうね。
だって後追い自殺すごかったもんね。ヒデの後。ヒデが死んで20人ぐらいすぐその日に女の子たちが自殺しちゃって、ヨシキが緊急記者会見やって、ヒデのために死なないでくれって言って。もうずん、いっぱい死んじゃったんだよ、ヒデの後。うん、だから、いかにファン層がメンヘラだったかわかるよ。うん、メンヘラから熱い支持を受けてた。ノーライフ、ノーヒデだったんです。雨止んだな。嘘だろ。バンギャって変わった子多いですよね。だってメンヘラっていう言葉がなかったのはバンドマンがそこを拾ってたからでしょ、うん、今ではバンギャって呼ばれてるのってさ、なんか特殊な趣味を持ってる子みたいになってたけど、あの頃ってそのみんなで発散してみんなバンギャみたいな感じだったもん、うん、別にバンド好きなのが普通の時代だから。だからそうだよな、レクチとかアヤカの世代って多分その CD がめちゃめちゃ売れてたっていうか、その音楽業界がでかかったっていうのがわかんないんだろうな、多分体感的に。すごいんだよ、もう本当に。新曲出したらミリオンセラー、もう100万枚売れて当たり前だったんだよ、本当に。売れてるやつは。だって、宇多田ヒカルが最後に出したのがファーストラブで700万枚だっけ、日本の記録って。そこら辺から終わっちゃうけど。今じゃね、10万枚売れてもすごいからね。YouTube とかが音楽業界ぶっ壊しちゃったよね。X はギリギリ世代じゃない。全然世代じゃないでしょ。ルナシーも世代じゃないでしょ。だって俺の上の世代だもん。X、現役って。ギリギリじゃないよ。うん。全然上だよ、上。昔は才能に溢れてた。もっと昔に生まれてたかな。才能っていうか多分時代背景だろうね。その音楽が儲かるっていうのがさ、そもそも親が金持ってないと無理なんだよ、構造的に。なんでかっていうと、そのバンドとか音楽買う層っていうのは子供の世代じゃん。だから親が金持ってて小遣いが溢れてたガキどもが買ってたっていう背景があるんだと思う。一番その、なんつうの。だから音楽シーンが熱いっていうのは、その国全体が景気がいいっていうのを指標にできると思うよ。ディル・アン・グレイは世代じゃないの？ディル・アン・グレイは違うか。ディル・アン・グレイそんな古くないよ。ディルは俺ぐらいの世代か。てかディル・アン・グレイって、売れてなかったからね。うん。その後ほら、ボーカルがメンバーチェンジした、なんだっけ、ブラック・アシッド・チェリーだっけ？あれになってから売れて、ディル・アン・グレイが神格化されただけでしょ？誰も知らなかったよ。一部のなんかコアなバンギャとか聞いてただけで、ディル・アン・グレイなんてはって言われてたよ。うん。だからディル・アン・グレイとピエロが同じぐらいの力だったんだ。お互いライブハウスでディスり合って、で、ファンの女の子がボーカル刺したりとかしてたの。私はグレイの世代だよ。グレイも X ジャパンみたいな感じよね。ね、その、波形があって、X の後輩たちに、グレイとか、その、ラルク・アン・シエルとか、ルナシーとかがいるんだけど、清春とかさ、黒夢とか、うん。派閥があったんだよ。
はい、ワド2プサンいらっしゃい。ドラゴンアッシュモンパチ世代中学、じゃあ俺と同い年ぐらいだな多分。多分モンゴル800俺がインディーズで聞いてたから中1ぐらいの時にまだ2000枚ぐらいしか売れてないインディーズのアルバムみんなで聞いてて、バンド仲間と。なんで、なんか愛する花とかいいよねとか言ってて。で、そしたら中3ぐらいになって、小さな恋の歌とかが売れ始めて、あーっつってこんな売れたんだと思ってびっくりしたんだよ。ABC の前のバンドはジャンヌダルク。あ、だよ、あ、ジャンヌダルクか。あ、違うか。ディロン・グレイって今やってんの？そうか、ジャンヌダルクか。間違えたわ。グレイは X、ボーイの闇をコウモリしてる。コウモリってなんだろう。うん、闇をコウモリ。間をコウモリ。ぶら下がってるってこと？はい、こんばんは。でもね、あんまりね、そう、実はね、悲しいんだけど、日本の音楽シーンって俺ビジュアル系バンドあんまり好きじゃないんだよ。ぶっちゃけた話言うと。その X とかのあの辺のジャンル好きじゃないの。だけど、悔しいことに一番上手いのがあの辺なんだよ。ちゃんとロックやってんのあの辺なんだよね。そう。悲しいよね。だから、ギターが上手いとか、ドラムが上手い、ベースが上手いってなると、あの辺出身になるんだよ、やっぱり。ちゃんと音楽やってんのがあの辺なんだよ。東京事変上手いよ。うん。全然上手いよ。だけど、その、影響力が違うじゃん。やっぱり。なんか、その、神格化はされてないじゃん。マリリン・マンソンの全然やってるんだっけ？でもそれ後半でしょ？だいぶ。デビューしてた頃じゃなくない？結構、ここ、何年、まあ、それでも結構古いけど、10年ぐらい前でしょ？うん。パタとヒデは上手いですよね。まあ、上手いよね。うん。ブルーハーツの話か。だいぶ逸れてくな。もっと世代前でしょ。ブルーハーツは。だから40歳とか聞いてたバンドだから。うん、好きだよ。ブルーハーツ。大好きだよ。うん、ただ、今 X、杉蔵がやってんだっけ？杉蔵が X に入ったっていうのがちょっとびっくりだよね。うん、おー、出世したな、みたいな。うん、杉蔵、っていうかね、毎回何回も言って申し訳ないんだけど、ルナシーは、河村隆一以外は完璧なバンドなんだよ、あれ。本当に。本当にこれもね、河村隆一がね、良くも悪くもキャラが濃すぎるんだよ。河村隆一がいなくても完璧なバンドなんだよ、あれ。ただ、隆一が濃すぎるんだよ、良くも悪くも。隆一がいないと、ルナシーじゃないし、そう、悲しいバンドなんだよ、あれ。すごいよね。なんか不思議なバンドだよね。ルナシーって。X ジャパンは一般で聞かれてなくて、超熱い層の怖層を地道に作り上げていって、すっごい有名だったの。だけど、フォーエバーラブっていう曲で、そう、メタルっていうジャンルがなかったんだよ、日本に。だから、極物みたいな扱いをされてたの。要は変人扱いっていうか、あ、髪ツンツンの、なんか変な人たちでしょみたいな。扱いをされてたんだけど、その、フォーエバーラブっていうので、紅白歌合戦に出て、それで、なんか、モンスターバンドになったんだよね。要は、その、NHK お墨付きをもらったっていう。いや、すごいことだと思うよ。あの手のジャンルが紅白出れたっていうのは快挙だと思うよ。紅白出れたね。音楽の話。だって俺音楽業界いたかんね。一応。俺、生まれて初めて起業したのが、19歳の時ライブハウスでやったことだから。一応、音楽業界いましたからね。それで飯食ってたんで。
で、当時、その後輩だった清春っているじゃん。黒夢の清春が、その先輩たちのことディスったの、ヒデとかを、曲で。オカマ野郎の商法、商法っていう歌を歌って。要は、オカマ商法だと。男のくせになんかメイクとかしてキラキラして、気持ち悪いみたいな歌。パンク寄りだったから、どちらかっていうと、清春が。で、あの、先輩たちに拉致られて、なんだっけ、メリー、なんつうんだ、観覧車。観覧車に先輩たちにバーって乗せられて、ボッコボコにされて一周回る間に。で、先輩たちがゾロゾロ出て行って、すっぱだかでボコボコの清春っていう、結構有名な事件のね。カセットテープは子供の頃だったね。うん、あ、でも録音、小学生の頃録音カセットテープだよ。こう、シーってやって、誰も喋んないで、って。要は、CD を音を出すじゃん。音を出して、そこにカセットテープが同時録音でガチャってやるの。要は、俺が喋ってる音も入っちゃうから、家族とかに今から録音するからって言って、CD の音を流しながらこうやってカセ、再生ボタンと、録音ボタン、赤ボタンを同時に押すと録音ができるっていう。うん、こうやってガチャってやって。で、母ちゃんとかどかどかご飯よーとか入って、うるせえつって、録音してるっつったろがーつって、ふざけんなーつって、お前30分お前バカがーつって、うん。カセットテープ懐かしいよね。いや、いいよ。劣化した音源いいよ、やっぱり。空気の音が入るからマイルドになるんだよね。友達ナンパされてた。キャバクラ飲んでんだ。そう。これはよくあるあるだね。録音するときの。竹屋、竿だけ、うるせえ！録音してるんじゃ！そうなんだよね。だから、アメリカとかのメイクしてマリリン・マンソンみたいなかっこいい感じになるけど、日本人がやるとなんかオカマっぽくなっちゃうんだよね。どうしよう。新たにカセットテープでまた、面白かったよね。録音の方法が。うん。だから、キャプチャーできない、キャプチャーって今さ、パソコンの内部でできるじゃん。だけど、キャプチャーを知らない人がさ、こうやってさ、ゲーム配信の画面を出して、こうやって直撮りしてるやつあるじゃん。直撮りと同じ原理の。わかる？すごいなんか、こういう風にゲーム配信やってるやついるじゃん。これと同じ原理で、カセットテープに録音してたんだ。そう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 。何回も何回もできるし。でも、どん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 劣化していくの。テープが伸びて。絡まるんですよ、あと。こう、カセットを引っかかって、テープ、磁気テープだから、ビロ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 ってなって絡まるの。もう、最悪ですよ。うん。あと、ちょっと調整したりするのね。テープがダルンってなってくるから、伸ばすために、片っぽだけ指でこうやってやったりするんですよ。カセットも MD もバリバリ世代だったよ。清春がボコられたエピソードは当時ではだから知る人ぞ知るエピソードみたいな。うん。派閥で揉めたって。あれパタがボコしたんじゃなかったっけあれって。あれ確かボコしたのパタとかだったと思ったけど。うん。伸びたら曲も伸びる。MD の画期的だったのは音飛びがなかったことね。要は本当に好きな人は、カセットテープ、円盤をこうカシャってやるポータブルがあったんだけど、音が飛ぶのよ。要は振動とかに弱くてパーンって音が飛ぶし傷がつくの。だからカセットテープをみんな愛用してたの。要は音飛びに強かったの。そこが売りだったの、劣化するけど。要はアナログじゃん。カセット。だから音がマイルドになっちゃうのね。だから音質がいいのは、だから音質にこだわってる人はポータブルのこういうかっこいいの持ってた。で、MD のすごいところっていうのは音も劣化するんだけど、CD よりは。だけど、72分入って、60分から72分入って、音飛びがなかったの。確かパタじゃなかったっけな。MD はね、音劣化するんだよ、だいぶ。まあね、イヤホンで聞くぐらいだったらわかんないけど、ちゃんとしたスピーカーとかヘッドホンで聞くと明らかに音が劣化する。ただ、カセットテープよりも CD に近い音質だった。それをぶっ壊したのが iPod だよね。あ、でもみんな意外と知らないけど iPod って音劣化してんの知ってる？設定変えると。CD のデータ量ってめちゃめちゃ重たいんだよ。ちゃんとした CD の量で撮ると。
曲がパンパンになるから、曲数が入るように MD ぐらいの音質に圧縮してるんだよ、あれ。設定で。だ全然 CD の方が音いいよ、やっぱり。MD ラジカス持ってたよ。3万からね、だいたい5万ぐらいで売ってたね。一番下の層で。うん。そう。iPod の初期でかかったけど、その MD とか CD とかに比べたらやっぱ便利だったよね、圧倒的に。データを持ち運ぶっていう発想がすごかったよね。うん、要は、なんつうの、ハードウェアとソフトウェア。ソフトウェアも今で言うハードだったんだよ。要は、ファミコンもカセットだったし。あれソフトって呼んでたじゃん。でもあれ今考えるとあれハードじゃん。だからソフトウェアイコールデータだっていう概念がなかったんだよね。それをスティーブ・ジョブズがぶっ壊しちゃったんだよ。ハードはハード、ソフトはソフトっていう。だから物が売りづらかった。っていうかね、日本人頭良くて、売れるものを作ってたんだよ、やっぱ。売りやすいっていうか、商売っけね。だから CD とかも今でいうレコード屋さんみたいになるんだろうね。過去の遺産みたいに中古で取引されるんだろうね。うん。だから若い子にこういうこれ高いヘッドフォンなんだけど、これで聞いてごらんとかやるとびっくりするよね、やっぱ。こんなに違うのみたいな。それはお前アップルのイヤホンで聞いてるんだから全然ダメだよっつって。カラオケいつ行くの？のんたん、飲んだ寝たか。うわぁ、懐かしいね、ビデオね。ガチャ。CM の時だけ、そうだよ、テレビもさ、VHS レコーダーをこう入れて、ウィーン、クシャッつって。で、CM の時うざいから CM、今で言うと CM は録音すべきだったんだよ。CM 懐かしいじゃん。だけど CM やっぱ嫌だから飛ばすんだけど、ドラマに夢中になって飛ばし絶対忘れるの。だからね、3分、冒頭の3分とか抜けちゃったりするんだよ。うん。ご飯お腹減ってないんだよね。のんたんが作ってくれたんだけど。うん。懐かしい時代だよ。いい時代だったな。昭和ってなんかいいな。解雇中で悪いけど。昭和を生きてないっていうのはかわいそうだよ、ちょっと。あんなにキラキラしてて、本当に不安がなかったの。本当に未来は良くなり続けるって本気で日本国民全員思ってたんだよ。もう毎日が楽しくて、楽しいことしか考えてないの。だから俺子供の頃不安とか鬱とか聞いたことないのよ。毎日がキラキラしてて毎日が良くなっていくの。すごいんだよ、本当に。すごいよね。昭和知ってる人手挙げて。これ本当だよね。こんなに日本がダメになるなんて想像してなかったし。だから、そう、ぶっちゃけた話、韓国の国際情勢とか、韓国の彼女も出ないのよ。へーみたいな。韓国っていう国あるんだぐらいにしか考えてなかった。本当だよね、昭和。本当にキラキラしてたよね、すべてが。さすがにね、俺85年だからバブル崩壊だけど、それでもまだキラキラしてたよ。不安がなかったの。生きていくことに。お金のこととかも不安とかもないの、本当に。毎日がキラキラしてんの。ねえ、ハッチね。うん。はい。今手挙げた人全員おばさんおじさんです。はい。今手挙げた人全員、解雇中です。うん。でも、なんつうんだろう。俺は、昭和85年っていうのはすごい世代だと思ってんの。要は、ツイッターでも書かれたんだけど、昭和85年生まれはクズしかいないって言われたんだけど、ゆとりでもないんだよ。でもバブルでもないの。で、スーパーファミコンから体験してるし、コンピューターが当たり前にあったから、変な考え方をしてんの。要はね、昭和のがっつり頭の固い保守派でもないし、ゆとりでもないの。ちょっとね、変なんだよ、この世代って。だから昭和最後の世代って呼んでんだけど、この辺の世代面白いよ。うん。こんばんは、エミちゃん。平成生まれ、かわいそうだけど、段階バブルとゆとりの間に挟まれて苦労した俺らのせい。あー、それはあるよな。え、ガチッチいくつなの？俺と同い年ぐらい。ゆとりの前はだから、小ギャルとか言われてた。要は、少女売春とか、要は女の子はおじさんに体売るのを流行ってたし、男どもは親父狩りって言って、サラリーマンの親父をボコボコにして財布奪ってたの。親父かわいそうでしょ？
女の子からは3万円つってお財布から金抜かれてエッチされて、帰り道で男にボコボコにされて集団に、で金奪われてたの。もう親父が狩られてたの、常に。もう親父狩ることに必死なの、男も女も。あ、33だったら俺と同じ世代だよね。こんばんは、ナボコフ。だから、コギャルとか鬼。だから、チョベリバだよ、チョベリバ。超ベリーバットだよ。超ベリーバット。俺とタメなんだ。そうだね、池袋ウエストゲートパークはドストライクだね。ドストライクだね。池袋ウエストゲートパーク。おギャル、遠行、親父狩り世代29歳。そうだね。被ってる世代。二個下だから。ガングロもいたよ。だからもう、要は、なんか毎日お祭り状態なんだよ。チョベリバーって。ちょ、トイレ行ってくるわ。あれ、のりゆきさん来たの。あー、同い年だからな。本物じゃないじゃん。偽物偽物。IWGP 憧れてたけど、自分たちが高校入る頃にルーズソックス忘れてた。あー、昭和めちゃめちゃいいよ。昭和めちゃめちゃいい。超楽しかったね。だから本当にね、平成がかわいそう。平成生まれがかわいそうなんで。のんたんタバコ取って。だからメンヘラっていう概念もなかったよ。例えばさ、一個例えを言うと、光学機動隊とかさ、情報の並列化って言うでしょ。あの、草薙元子は情報の並列化って言うけど、体感として意味がわからないはずなの、レクチとかは。何に情報の並列化ってっていう。っていうか当たり前になってるから。でも、当時としてはすごい画期的な言葉なんだよ。情報が並列化されるっていう。なんか逆に言ったら、新しいものが生まれなくなっちゃったの。なんか、簡単に言うと、ゆとり世代って何も生み出してないんだよ、新しい文化を。ゆとりって呼ばれてるだけで、ゆとり世代が新しいイノベーションって起こしてないじゃん。その文化自体を。でも、その、昭和の時代っていろんなのがあるんだよ。その、ガングローもそうだし、その前だったらなんだっけ、タケノコ族だっけ、なんかそういう、なんか踊ってみたみたいな。そう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 。だからゆとりっていうのは、もうインターネットが当たり前にあるから、右向き右って勝手に本能でやっちゃってるんだよね。その独自の街で生まれた独自発展した文化みたいなものを持ってないんだよ。それがすごいかわいそう。だからその熱中した何かみたいなものを持ってないんだよね。まあ、あえて言うならそれがネットなんだろうけど。なめ猫とか懐かしいね。ないよね。いや、簡単に言うと、その、なんつうんだろう。そういう、その、俺らのさ、例えばポケベル、ポケベルは違うけど、そういう昔懐かしいものってさ、過去に戻れるさ、キーワードな。タイムスリップできるキーワードな。懐かしいって言える。そういうものを持ってないっていうのはかわいそうだなと思うよね。なめ猫ってもともと免許証で流行ったやつだもんだって。
ナメネコの免許証あったよねじゃなくて、ナメネコの免許証がメインコンテンツだから。だからゆとり世代がどうするのかっていうのは結構すごい問題だと思うけど、うん、人間力全然違いますもんね、ゆとり世代。なんかね、悟ってるんだよね、なんかどっかドライっていうか。だからそのセックスもあんまり興味ないじゃん、ぶっちゃけた話。だからなんつうんだろう、傷つかないように生きるのがうまいけど、彼らは本当は傷つきたいっていうか、熱中できるものが欲しいっていうのが俺は思ってたね。ゆとりも本当は人間だから、やっぱりね、そのリスクを取りたいんだよ。ドキドキしたい、ワクワクしたいっていう願望があるはず。うん、興味ない、うん、どっかで憧れない、そういうものに、ヒリヒリするものとかに憧れない。うん、俺は本当は憧れてるんじゃない、知らないだけだと思ってるんだよね。だ、世の中がこう悪くなっていくのが当たり前の世代じゃん、逆に言ったら。絶望感をずっと味わってるのがその平成世代だから、なんかかわいそうだよね、それを知らないっていうのは。だから彼らがまあ大人になっていくわけだけど、これから社会回していくわけだけど、どんなものを作るんだろうっていう。うん、俺もね、でも車はいらないっていうのは俺もゆとりに近いかもしれない。うん、車に対する幻想はないな、俺は。いや、それはディスってるわけじゃなくて、たくみさんとかやっぱ車の話楽しそうにするから羨ましいと思うんだよね。うん、いや、こういう車乗ってさとか。でもやっぱそれキーワードに聞こえちゃうんだよ。欲しいんだよね、やっぱりね。うん、でもさ、それって生きてる実感がないことだと思ってるから、ゆとり世代がそのメンヘラ多いのは多分そこだと思うんだよね。何なんだろう、てかお金が、その使うお金を持ってないんだと思うよ、多分。使うお金自体がないんだよ、要はバイトしても金稼げないじゃん、ぶっちゃけ。だから何にお金を使うのかなっていう発想自体がもう間違ってるんだよ。うん、うん、うん、そう。バブルの頃は学生バイトで月50万とか稼げていたな。うん、でしょ。だからお金持ってる桁が違うわけじゃん。だからその高校、日本の高校生とかってさ、そのビトンとかが流行ったわけじゃん。世界中に見て超変な現象なの、これって。あのハイブランドって、あの自分の身の丈が上がったら買うっていう価値観があるの、ちゃんと。西洋、先進国には、西洋の。要は貧乏人がそう無理して買うもんじゃないっていう。ただ日本全体が超富裕層みたいになっちゃってたから、高校生とかのビトンとか持ってるんだよ。これ世界的に見てハッてなることなの。うん、カルティア持ってたりとかさ、超おかしな現象なんだよ。本当はだから、そう、ハイブランドっていうのはステータスとともに持つから、だから、その、なんつうの？あ、成功した人なんですねっていう考え方があるのよ、海外では。要は、その、貧乏には持たないから、絶対に。そう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 、バブルの時代、今の中国人だよ。ほんとそれ、ほんとそれ。ヨーヨンが言ってんの正解。そう。今の中国人みたいにギラギラしてたの。日本人全体が。ほんとそれ。ゆとりって1980、そうだよ、からだよ。昭和の中にもゆとり世代がいるって不思議。そう。だから俺は実はギリギリ、その、ギリギリ85年だから、2年前だから、あれを体験してないの。ゆとり教育を体験、ギリギリしてないの。うん。浮きまくってたよね、ジャパンが。浮かれてたっていうか。だからほんと毎日がお祭りだったんだよね。うん。そういう時代だよ、ほんとに。だってサラリーマンがさ、会社の経費、税金対策で金使わないといけないからっつって、接待とかでお金50万とか100万とか普通のサラリーマンに渡されるんだよ。これを使ってくださいって経理にお願いされるんだよ。意味わかんないでしょ。アフターファイブで残業なんてしないでください。もう遊びに行ってください。はい、100万円使ってね、今月って。で、使えなかったら怒られてたんだよ。お前友達いねえのかとか、付き合いできねえのかっていう時代よ。
経費も落とせねえのかよって。狂ってるでしょ、うん、全く今正反対。だから、どん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 、みんなが使え使え使えってやってたから、過剰にインフレが起こっていくわけじゃん。外国の不動産買い、あ、外国の不動産買い取ってたんじゃないよ。どれくらいの時代だったかっていうと、バブル絶頂期って、東京都23区の土地全部の値段あるでしょ？東京都23区全部の値段でアメリカの国土買い取れたんだよ。意味わかる？東京都でアメリカ本土の全部の土地買い取れるぐらいのことをバブルっていうの。実際そうだったの。だから、エンパイアステートビルとかさ、その、アメリカを象徴とするビルが日本の会社に、日本が買い取ってたじゃん。だから、その、中国と同じ発想だよね、やっぱ。だから、アメリカでは日本人を追い出せ、日本不買運動とか起こってたんだもん。セシボンさんいらっしゃい。だからあんな偉そうなの。そうそう、そういうこと、そういうこと。それが今で言う、老害なのよ。だから、働くことは本人たちは楽しいことだし、いいことだと思ってるから、若い子に、その価値観で話すの。働いてないやつクズだよ、とか言って。お前ら遊んでただけじゃんっていうの、俺からしたら。お前らは楽しかったんだよ、遊んでた頃があって。だからやらすときゃいいの、仕事は。老害たちが死ぬまで働いてくれるから。いや、ほんと老害でしょ。いや、だからバブルってそういうもんなんだよ。バブルってそういうもんなんだよ。ほっといていいんだ。ほら、中国人がなんで日本の土地買いたいっていうのは、国に返還しないといけないからの。あれ、国に借りてるのよ。中国っていう土地は。でも日本の不動産って、孫とかに相続できるでしょ。だから魅力的なの。だから日本の土地を侵略するために買うっていう感覚じゃなくて、孫たちに、その日本の土地をプレゼントしたいって。日本人は頭いいから、官僚たちは、それを戦略としてやってるんだよ。だから、買ってくれ、買ってくれってやってんだよ。海外に。うん。だって、この、3回さ、なんつうの、引き継いだらさ、日本で税金 100% 取れる仕組みになってるから。だから外人に買わせてんの。戦略として。いいんだよ。その代わりに日本が潤うんだから。だって、ここの家も、オーナー中国人だよ。まさに。ここの家主の書類見たら中国人なのよ。そういう時代なんだよ。肌で感じるよね、やっぱ、そういうのは。不動産投機ってやつですよね。トミコさんいらっしゃい。わかるけど、まだ中国ブランドや中国人に信用できない。それはね、多分後からついてくるんだよ。後から、要はね、中国って、中国の歴史、中国人に寄り添ってみてもらえたらわかるんだけど、ようやく先進国になれたんだよ。ずーっとあんな島国の日本にずーっとやられてたの。韓国も中国も。もう悔しくて悔しくて、だって国ができるまでどれくらいかかってるのよ。でしょ？だから国民自体がその金持つっていうことがありえなかったんだよ。こんな金持ちになるっていうのは。だから、それは一時のものだし、もうバブル崩壊してるから中国自身も。それわかってるからやらせてあげないと、それは。日本人も通ってきた道だから。で、みんな知らないかもしんないけど、少子高齢化って中国でとんでもない規模で起こるんだよ。とんでもない規模で起こるの。日本よりも被害がすごいのね。だから実は遠い未来、その、少子高齢化を体験するのって日本が一番最初なんだけど、実はチャンスだって言われてんだよ、それ。日本のビジネスモデルが海外に売れるから。チヨいらっしゃい。昨日都市伝説芸人席の LINE ライブ配信閲覧45万超えてた。まあ席面白いもんね。そういう時代だよね。LINE ライブすごいよね。一人っ子政策の失敗。いや、違う。少子高齢化っていうのは、一人っ子政策をやったから少子高齢化になるのよ。簡単に言うと、産む子供の数を強制的に国が減らしたわけじゃん。で、中国って規模が違うわけよ、住んでる人口の。失敗じゃなくて、要は、国民が増えすぎるからやばいやばいって言って減らすと。だから先が見えてなかったの。
だから一気に来るの。日本規模じゃない。日本は自然発生的にそうなったじゃん。でも、国として政策でやったことだから、とんでもないの起きたんだよ。魔女の宅急便さんいらっしゃい。ちょっと言ってる意味がわかんないです。ごめんなさい。すごい時代が来るよ。だからね、若いやつは働かなくていいんだよ。髪ボサボサ？なんだ、可愛くない？俺寝癖好きだよ。寝癖可愛くない？やだ。俺子供の頃からさ、やっぱ寝癖っ子だったんだよね。多分 ADHD が関係してるんだと思うけど。寝癖変かな？寝癖。かわいいけど格好つけてほしい。あ、じゃあ今セットしてくるわ。セットしてくる。
ナボコフ、神社クッキーありがとう。ありがとうございます。変わんねえだろ、そんな、うん。ありがとう、バーガーと神社たくさんありがとう。うん、わざと、なんかね、男がね、おしゃれするみたいなのあんまり好きじゃないんだよね。うん、あの、なんつうの、デートするときとか、あの、ドレスコードのお店とか行くときは必ずしっかりするけど、なんか普段、あの、きっちりしてるとき、うん、あんまり好きじゃないんだよね。男がおしゃれするっていうこと自体がダセーことだと思うから。うん、そう。男にはね、他にやることがいっぱいあるんですよ。うん、髪をセットしてる時間があったら配信したいんだ。だから、なんつうの、将棋の羽生さんとかすごいかっこいいと思うんだよね。うん。そう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 。メリハリがつければいいかなっていう。同感。ライダース買う暇と金あったら配信に使え。ていうかガチッチなんかムカつくんだけど、何なのさっきから偉そうに。お前さ、アイテム俺にしたことある？うん、何をそんなに俺に偉そうにする権利があるのかよくわかんないんだけど、なんか物言う権利あんの？ガチッチに。さっきからずっと思ってたんだけど、何をそんな偉そうなの？うん、決まってるワードさん、ああありがとう、うん、なあそう思うよな。そういうこと言う権利があるんなら、資格ないと思うけど、うん、何をそんな偉そうなのかよくわかんない、うん、そういうのはせめてだけど、それでも資格ないと思うけど、支援してから言ってこないよ、そういうのは、うん、笑われちゃうよ。発言は行動が伴わないとね、口だけ野郎だと思われるよ。うん、あと、ライダースは普通にプレゼントされたからね。そうそう、人の金のことなんか口出すもんじゃないよ。うん、ねえ。うん、まあ、あえて言うなら金渡すときに、これでうまい飯でも食えよとかさ、これで配信機材整えろよって金出すときに言うならわかるけど、1円も出したことないやつに金をどうしろとかさ、じゃあ全部自由。じゃあ全部自由ってどういうこと？うん。太ったね。17キロ太ったね。かなり太った。ミモさんいらっしゃい。デブってます。デブ活に忙しいですね。意味はわかんないよね、うん、たまにいるんだよね、偉そうにする人って。俺偉そうにするやつ大嫌いなんだよね。偉い人と偉そうな人は全然違うからね、うん、
偉そうなやつ大っ嫌い。リスペクトとかね、尊敬とかね、慕うとかね、そういう感情を持ってないやつが多すぎるんだよ、最近は。俺は付き合いする気ないね、こういう人間と。あ、風船10個ありがとう。クリスマスパーティーするとしたら24、25。考えてないね。おきんたまでかおさんいらっしゃい。こんにちは。楽しんでってください。久々ドラム叩こうかな。鮫島さんとこ行くよ、クリスマス。ドラム叩こうかな。どうしよう。ドラム叩きたい気分ではある。久々。最近ずっとスタジオ行ってないから。でもあれか、休日だから混んでるかな。ケーキを食べるのはいつなんだろうな。っていうかクリスマスってイエス・キリストの生誕祭じゃなかったっけ？なんでクリスチャンじゃないのにみんなやるんだろうな。祭りごと本当に好きだよな、日本人は。祭りごと大好き。ケーキは24なんだ。プレゼントが 25？ 日本人お祭り本当好きだよね。そこんとこおかしい。ハロウィンも違うし。ジョーカーさんいらっしゃい。海に入った後に仕事行って何か言われました？いや、めっちゃ謝ったね。すいませんでした、つって。バレてたからね。ハロウィンおかしい。ハロウィンってここ5年ぐらいだよね。すごいよね。ハロウィンやって、クリスマス祝って、初詣行って七五三やってってどうなってるんだってな。どうなってるんだって思うよね。マジで無宗教だよね。無宗教っていうか多宗教に近いのかな。何でもありって感じがする。宗教感がないっていうか倫理観もないし。アメリカでクリスマスは感謝祭みたいな感じで家族と過ごす。そう。俺もそれは正しいやり方だなと思うけど。そのうちあれじゃないの？一日5回アッラーの方角に向かって、アッラーの方角に向かってなんかこうやって祈祷するんじゃないの？ただのイベント好き？まあそうだろうけどね。ただのイベント好きなんだろうね。なんて言うの？メリークリスマスって。ハッピークリスマスとか言うの？親父はクリスチャンだからさ、正月にお年玉とかやらないで、あ、クリスマスカード届くんだよ、毎年、親父から。今年も届くのかな？親父は必ずクリスマスカード書くんだよね。まあ、正確に言うとクリスチャンじゃなくてスピリチュアリストなんだけど。親父はクリスマスしかやんないね。ハッピーホリデーって言うんだ。トイレ行ってくるわ。ごめんね、行ったり来たりで。ロンタン、どこのカラオケやる？
ったんだ。いっぱい降ってる。マジかよ。なんだろうね、この遊びたくなる欲求どっから来るんだろう。なんか遊びたいんだよね。彼女ができたからかな。おお、寝てたからか。うん、なんか遊びてえな。なんか発散したいっていうか運動したいんだ。そうそう、外に出たいんだよね。体調が良くなったから。いや、多分もう完治したと思う。こっから回復に向かうと思う。起きた感じでわかるな。なんか悪いもん全部出た気がする。まだ後遺症は残ってるけどね。おい、おやすみ。いや、大雨じゃないでしょ？雨降ってんの？風でしょ？降ってないじゃん。降ってないでしょ？降ってないでしょ？外出たくないだけでしょ、のんちゃん。違う、降ってないじゃん。見える？雨の中ジョギングか。いや、配信できないじゃん。静岡すごい。だって通行人いないじゃん。本当か？見るぞ俺。本当に見てみるよ。土砂降りじゃん。ごめん、飲んだ。土砂降りだわ。あ、風気持ちいいな、今日。あ、風気持ちいい。あ、超好きな風だ。うわ、超好きな風だ。外出て。台風だね、これ。台風大好きなのよ。なんだろう、血が騒ぐんだよね。重くそ降ってたわ。ごめんね、飲んだ。いや、風がすごい気持ちいい。なんだろうな。なんか手持ち無沙汰じゃないけど、なんかこう、そわそわ、なんか発散したいね。何かをこう、一生懸命やりたいね。手持ち無沙汰、無沙汰。無沙汰。台風好きなんだよ、俺。血が騒ぐんだよね。ワクワクするよね。あの、ぬるい風がふわーっと吹いて。何しよっか。なんかすごいことをやりたいな。すごい男になりたいな。すごい男になりたいな。ああ、外配信できないかな。ああ、そうだよね。パソコン濡れちゃうよね。部屋カラオケやるじゃん。部屋カラオケやる？部屋カラオケ。え？部屋カラオケ？じゃあ部屋カラオケやるわ。部屋カラオケやります。じゃあ一回枠閉じます。お疲れっす。アイテムくれた人ありがとう、お疲れ様。お前コメント欄荒らすなよ。バカとかハゲとか書くなよ。なんでお前動画の内容も見ねえで、お前バットボタン押してんだよ、もう。